なんだ、俺たちが最後か。待たせて悪かった。お仲間のご体調はもうよろしいのですか？ああ、おかげさまで。本場ラザハンの錬金薬はすごいな。いろいろと。慣れれば悪くないですよ。もっとも慣れない方がより良いとは思いますがね。どうか楽になさっていてください。あんたたちがみんな無事でよかった。では改めて、こたびの件について君たちに感謝を伝えたい。塔を消滅させるために奮戦してくれたこと、囚われていた者たちを救い出し、精神汚染を取り除く手はずまで整えてくれた。本当にありがとう。到底及ばぬ言葉に変えて、できる限り多く五魂の霊輪を用意させてもらった。どうかラザハンからの謝意と思って受け取ってほしい。国中の錬金術師が総力を挙げて作った霊輪は、都市内にあるアルキミア製薬堂に集められています。手形をお渡ししますので、お帰りの前にお立ち寄りください。こちらこそ感謝いたします。偉大なるラザハンの英知を必ずや世界に平穏をもたらすために使いましょう。でもそれって元はあなたの鱗なんでしょ？痛い思いをさせてごめんなさい。構わないと。この土地や民が傷つけられる痛みに比べれば全く取りに足らないものだ。流出戦争に関わる中で、竜と人のさまざまな思いを垣間見ました。住む土地は違えど、七大天竜であるあなたにとって己が苦しみのように思える悲劇も少なくなかったでしょう。それでも人と共にいてくださるのですね。あの戦いが始まった頃、私はすでにラザハンの民と共にあった。どこかで人が竜を殺め、竜が人を切り裂いていたとして、目の前で微笑む者をどうして憎めよう。私は結局兄さんの怒りにさえ応えられなかった。ここで息を潜め、ただ気づいてきたものが壊れないようにと願っていたのだ。大主様、あなたが平和を望んでくれているなら、もう一つだけ聞かせてもらってもいいかしら。テロフォロイは終末を引き起こすと宣言した。その最悪はかつてこの星が14の世界に分かたれる前にも起こっていたものなのよ。長きを生きる竜として何か知っていることはないかしら。残念ながら、父祖ミドガルズオルムは故郷の星を戦乱で追われ、私たちの卵だけを携えて星を渡ってきたそうだ。
そしてこの地に到着したとき、すでに世界は分かたれていたと聞く。それ以前のことであれば、父とてハイデリンから告げられない限りは知る由もないだろう。そうなのね。だとすると、やはりハイデリンの考え次第か。君たちは星の意志を測りたいのか。だとすれば一つ話せることがあるかもしれない。私がまだ幼かった遠い昔のことではあるが、一度だけなぜこの星を選んだのかと父に問うたことがあったのだ。父は言った。ここが最後に残った希望であったのだと。ハイデリンが屈さぬ限り、ここでなら竜の未来も開けるやもしれぬ。そう考えたのだと。父の言葉は重々しく切実だった。私は真意を追求することもできず、それきりだ。ただ少なくともハイデリンには父が信じるだけの思惑があるのだと私は考えている。貴重な話をありがとう。この戦いの終わりまできっと覚えておくわ。聞きたいことも聞けたなら、そろそろ霊鈴を受け取りに行くとしよう。他の場所ではまだ戦いが続いているわけだからな。それじゃあ私たちは失礼します。また何かあればすぐにご連絡くださいね。ああ、君、待ってくれ。父が、とある人を認めたと伝え聞いた。それが英雄と呼ばれるものであるとも。君のことだろう。やはりそうか。人の輪と竜の輪のそれぞれから噂は聞いていたものでな。私は父と盟約を結んだ人がいるという事実を好ましく思う。けれど同時に案じずにはいられないのだ。君は私が知りうる限りでも運命と力を引き寄せすぎている。良き者も悪しき者もだ。それらは君を安寧のうちにとどまらせてはくれない。困難な試練となって次々と襲い来るだろう。しかし最も恐ろしいのは、君を中心に渦巻く熱が君のそばにいるものを燃やし尽くしてしまうことなのだ。進むのなら守り抜け。それこそがいつか必ず君自身の力となり希望になる。
臆してばかりの私が言うことではないかもしれないが、兄さんや姉さん、血族の竜たち、力ある者の苦しみを数えきれないほど見てきたのだ。だからやはり君にはそれを諦めないでいてほしい。ああ、すまない。まだ話の途中だっただろうか。あなただけ出てこないから何かあったのかなって思ったんだけど。こちらこそ申し訳がない。ただの雑談だ。君たちの英雄はすぐに解放しよう。戦いの先に君と君が守った者の笑顔があることを願っている。